おまけ。これこんな形ね。なんで加工したかっていうと、このボールジョイントのサイズがちょっとだけ違ってたんです。なのでこれについてたものをくっつけてわけ。部屋めっちゃ悲しい。で、走行中になんかジリジリ音がしてたのでね、何が原因なのか分かんなかったんだけど、ここにスプリーあるでしょ。でここ伸ばしたり引っ込めたりするわけだ。この中に原因があったの。これまず全部外すね。外します。そうすると空っぽ。中にこういったパーツが入ってるんですね。こういったパーツで、ここにねじ込まれるわけで、ガチャガチャ言ってたのは、これが金属の方ね、これは上を向いてこういう風に入ってたの。だから結局はほら、こういう状態。せっかくのこのプラスチックが役目を果たしてなかったの。この音だったわ。いくら閉めたってダメだよね。これがギッチギチギチギチ言ってた。ちゃんとつけてよって言いたくなるな。これを逆さにしますと、逆さにしてちゃんとこうやって入れておくと音はしなくなります。言い方はこうやって中、穴の中をよく見て合わせて、はい、当たり。こうすれば、このストッパーの役目もしっかり果たしますし、音もしなくなります。もし音がしてたら、これに原因あるかな、調べてみて。抜けてんだよな。すごくいいモーターです。くれぐれもここを加工する際にはしっかり止まるように上手に加工すること。ネジがしっかりギュッて入ってないと、この部分だけでこうやって回っちゃいますからね。くるくるくるって本当スマホさんがぐる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 回っちゃうから、ダメでしょ。回らないようにしっかりこういうボールジョイントの方で回るように加工してくださいということです。これぐらいの構成持ってれば、この程度のスマホ、これが全本マックスかぐらいだったらば、ちょっと緩いかな。ただ閉めて、ほらーって横にしても、ほらーって落ちませんから。走行してきてもらったビリビリの原因は中のストッパーにあった。